シルペロチャンネルしもべちゃん募集中、あとみしりです。はい、と女性投票2位だった大食い企画をやりたいと思います。パチ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 、まあ、ちょっと男性の方たちは卑猥な企画が多すぎて本当ふざけてんのかって感じだったんですけど、女性の声に応えてシリの大好きなじゃーん、じゃじゃーん、お寿司、お寿司を3人前用意していただきました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9貫と巻物6を3人前食べていこうと思います。じゃあ寿司の画像も撮れたのでいただきます。どれから行こう、どうしよう。いやこれでも私小食なんで、正直結構戦略を練っていかないといけないんですね。いやなんか硬そうなもの、硬そうなもの、失礼かな、イカに対してちょっと失礼なんですけど、硬そうなものからねやっつけていきたいと思います。イクラはすっごいほんと好きで、前誕生日オフ会した時にファンの人たちがコップにイクラ詰めてなんかくれたことがあって、めっちゃ生臭かった、美味しかった。私大学の時よく釣り行ってたんですけど、もう全然行かなくなっちゃった。なんかヤバめな回転寿司屋さんに大学の友達と行った時に、すごい消しゴムみたいなお寿司が回ってきたんですね。それにすごいショックを受けて、でもやっぱりお金持ちじゃないといいお寿司、美味しいお寿司食べれないじゃないですか。だからじゃあもう釣るしかないなって思って、で、まあ、なんか静岡とか神奈川とか城ヶ崎とか城ヶ島とかに行って釣ってたんですけど、デビューしてセクシー業界に入って趣味なんですかって言われた時に、まあ、なんかパチスロと釣りですみたいに言ったら、じゃあなんか釣りっぽいシーンも作ろうって言われて、デビュー作でこうピンクのローターを釣り竿の先っぽになんかこうローターをつけたなんか釣り竿みたいな改造したものをなんか作って用意されてて、でなんか体に当てられたんですけど全然意味わかんなさすぎて、なんか、まあ、優しさは感じたんですけど、めっちゃ面白い感じになりましたね。まあ、そのぐらいかな、釣りアピールできたの。あと23個もある。しもべちゃんに何かあげましょう。何がいいかな。じゃあで、これ食べたら足が速くなるよ。あーん、バリ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 、こい。2バージョンしてくれって言われたので2バージョンもちゃんとしますね。どうしよう。じゃあこれね、かんぴょうね、いいのはあげないって。しもべちゃんいつも社会のために日本のためにいっぱい働いてくれてありがとう。ご褒美のかんぴょうだよ。あーん、
ぬり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 、くん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 、この匂いを嗅いでご飯を、白米を食べてね、くんくん。あと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、お、結構したんじゃないですか。でもお引っ越し、お引っ越し、お、これは結構きましたよ。大食いの人はこうやって食べるらしいです。こうやって撮影の時も横からそうやって撮られてたなってしみじみ思いました。こう横から、そういうあれだった、ダイナミックに見せるためだったんですね。ガリうまっ。ガリー浅い間ね、ほんとガリーってこその寿司だよ。うまっ。いやー、マグロ美味しいし好きだから取っといたんだけど、脂身が最後らへん、これ逆だった説ありますよね。戦略ミスった。大食いコンサルタントみたいな人に事前に聞いとくべきだった。本当に でもさ、今日死ぬかもしれないし、ちゃんと食べよう。よいしょ。いや、ウニも最初に第1個目に食べとくべきだったの。こんなにウニに対してモチベ低いの申し訳ない。ウニだってこんな扱いされたの多分初めてだと思う。みんなより優位に立ってるはずなのに。ウニはお腹いっぱいとかお腹すいたとか定数にこう上下する、殴りたくなっちゃうんですけど、私だけですかね。めっちゃお腹いっぱいすぎてもずっとこんな感じ。お腹いっぱいだよ。じゃあ改めまして食べていきましょう。ウニちゃん、塗りたくって完食しましたって言いたい。おっぱいとかに塗ってご飯潰して食べれましたみたいな、ちょっと塗りましたみたいな。そうやって何でもかんでも正規に塗りたくって逃げてきたから、ちょっと食べましょう。うん、大食い見たいと言ってくれてた子たち、どうでしたでしょうか。食べきれませんでした。喋りながらめっちゃゲップしそうになっちゃう。うん、まあ、なんか他にも食べてほしい食べ物とかあったら教えてください。シリが食べて成敗いたしますので、
よろしくお願いします。まあ、これはね、めっちゃ美味しいお寿司屋さんだったので、ちょっとラッピングして冷蔵庫に入れて晩ご飯に食べたいと思います。今まだ3時のおやつの時間なので夜食べたいと思います。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。コメント読んでるのでみんなコメントしてください。はい、お腹いっぱいだ。じゃあバイバーイ。